こんにちは、羽曳野市長の山野葉はじめです。こんにちは、羽曳野市議会議員の沼本彩花です。アスカワインさんね、ワインコンクールの方で金賞を取られたっていうことで、羽曳野ではね、ここを知らない人はいけないですよ。こちらですね、大阪府第1号の注意喚起灯がこちらでございます。噂によるとね、最新の機器も結構ダビンチ。今先ほど立ってましたあの古市駅、踏切渡ってすぐ東側にありますこの羽曳野観光局、ぜひここはもう皆さんに知っていただきたい一つの施設でございます。あの長屋さん、そう、実は羽曳野市の企業さんなんですよ、うん、はい、もう毎日ねテレビで CM してますけれども、羽曳野市の駒ヶ谷という場所があの中屋さんの本社のある場所でして、我々もたくさんお世話になっています。私個人的にすいません、はい、これ中屋さんの、ね、梅絞りというやつがすごい好きで、これ冷蔵庫で冷やして飲むと梅が嫌いな人でも飲めるというか、ぜひ、ね、皆さんに飲んでいただきたいなと思ってるんですけど。羽曳野はね、あの大阪でワイナリーが、6つかな、うんうん、その中の羽曳野市には3ワイナリーがあるということで、うん、はい、アスカワインさんで、ね、実はあの山梨県でしたっけね、行われた日本のワインコンクールの方で金賞を取られたっていうことで、美味しいブドウからなるワインということでですね、美味しいお肉、新鮮なホルモン、そしてデザートにはイチジクやブドウでワインって言ってね、こう食を堪能してもらいたいなと思いますね。ダルビッシュ選手なんかは、ね、羽曳野市出身であって、あとこの観光局立ち上げる前にですね、観光大使ですね、そうですね、市からちょっと就任していただけないかということを打診したところ、うん、あの引き受けていただけたということがあるので、ダルビッシュ選手というのは今世界で活躍する選手なの で、ね、野球少年であったり、いや、まあ野球を通じてやっぱり羽曳野市を知ってもらうというきっかけに私はなったらいいなと思っておるんですけれども、あのね、なかなか羽曳野ってね、歴史であったりとか、まあ、文化ね、いっぱいあるんですけれども、広報力があまりこう力を入れてなかったというかですね、皆さんに発信をしていくことによって知っていただけたら、もっともっとあの羽曳野に訪れてくれる人も、また羽曳野にね、移住したいという人も増えるんじゃないかということで、これまでは役所の観光課が務めていた仕事を、まあ、一般財団法人の大阪羽曳野観光局を作ることによって、民間の企業さんも参入をしていただいて、例えばあの羽曳野は近鉄沿線でありますので、近畿鉄道株式会社の方にも理事になっていただいたり、あとはまあ大阪観光局からも理事をお迎えして、であとは JTB からも常勤の方を派遣していただいたり、そしてあの理事長にはあの吉本興業の、ね、子会社のデベロップメントの社長になっていただく、まあ、こういったことによってですね、広報力を強化して、これからもっともっと羽曳野市の方の素晴らしい魅力を知っていただきたいなということで設立をさせていただきました。民間企業の皆さんが参画していただくことによって、あの例えば羽曳野には美味しいブドウがあるというふうに言いましたけれども、これあの民間企業のあのホテルに取引先を紹介していただいたりとか、新たなそういったビジネスも生まれてますし、あの羽曳野市コロッケマップであったりとかですね、ブドウの直売所マップとかですね、いろんなものも作ってますので、それホームページにあるので、ぜひ皆さんダウンロードしてね、来ていただけたらなというふうに思っています。今日は本日仕事も終わりなんで、あ、そうですか、晩ご飯いいのコロッケを、はい、6つと6つメンチカツも6つお願いします。6つですね、はい、はい、ちょっと待ってください、はい、羽曳野寺はね、ここを知らない人はいけないですよ。僕ね、今42になります。はい、まだ42ですよ、羨ましいですわ、おばばは白いのもいっぱいになってきましたね覚悟ついてかっこよろしいよ、はい、じゃあすいません、失礼します。ありがとうございます、はい、美味しいのをゲットしました。バックバック大です、はい、これからもよろしくお願いします。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、どうも。ありがとうございます。ここはですね、あの大阪府立病院機構の羽曳野医療センターになります。今年の5月の8日、新たに開院したんですよ。旧の羽曳野病院っていうのは、呼吸器アレルギーの専門病院として、あの、まあ、今回のね、あのコロナ対応でもすごく力になっていただいた、あの病院なんですけれども、50年ほど経つということで、まあ、老朽化が著しかったので、
僕は府会議員の時からあの新病院建設ということで、まあ、訴えておりまして、ようやくこの5月の8日に新たな病院として、そしてまたこれまでの呼吸器専門病院とは違って総合病院として、羽曳野富士寺とかですね、産婦人科がないんですよ。だそういった面においては機能を担ってくれてるというもう大変ありがたいね、あの一面も兼ね備えてまして、でなんか噂によるとなんか最新の機器も結構、うん、そうですね、なんかあるみたいな、ダビンチ、はい、なんか自動で手術ができるやつがあるっていうふうに聞いてまして、はい、あの関節をねこうあの人工関節に変えるよう なんか最新の機器も導入をされてるということで、うん、はい、あのこれからたくさんまあお金がかかってますが、まあ、それ以上市民の皆さんに安心感も与えるような施設になると思います。こちらですね、注意喚起灯といいまして、これあの車止まってほしい時にですね、非接触でこう手をかざして、はい、いただくと上がねピカピカってこう光り出しましたね。これを向こうにいる車が感じて止まってくれるというような仕組みで、その隙に渡らせていただくというような。よく市民の皆さんからはあの信号設置の要望って非常に多いんですね、うん、でも信号設置するにはやっぱりハードルが高くて、信号は設置できないけれども注意喚起灯は設置できるんじゃないかということで、大阪維新の会の、府議案であれ代表質問だったと思うんですけれども、あの警察の方に質問をしていただきまして設置ができるようになった、その第1号として設置をさせていただいた場所がこちら、大阪府第1号の注意喚起灯がこちらでございます。第2期がもうつきましたね、はい、そうです、あの大阪府の方も羽曳野殺し山の前にあの2期目がついたので、これ市長、これまた次も3期目、はい、4期目と続く、そうですね、あの必要な場所にはしっかりと設置をしていきたいというふうに考えてます、うん、ちなみにしてましたか、はい、これを注意喚起灯してないでしょ、はい、だからねもっともっとこう知名度を高めていかないとね、なかなかこう設置意義も生きてこないので、皆さん覚えてくださいね、ぜひ、うん、